岩のドームと嘆きの壁エルサレムの地図エルサレム級。市街はイスラエルのエルサレム市中にある旧市街で面積は0.9平方キロメートルの区画で城壁に囲まれている。1860年代まではこの旧市街がエルサレムの全体であった。エルサレムはいくつかの歴史的な宗教における重要な遺跡を含んでいる。ユダヤ教徒にとっての神殿の丘と嘆きの壁。 キリスト教徒にとっての聖墳墓,墓教会、ムスリムにとっての岩のドームと、アルイコールアクサーモスクなどがそれである。伝統的に旧市街は19世紀になって導入された4つの区画に分けられている。ムスリム地区、キリスト教徒地区、ユダヤ教徒地区、アルメニア人地区である。1981年に世界遺産として登録された。紀元前11世紀に、 ダビデ王がエルサレムを征服する以前には、この町はエブス人の本拠地だった。聖書は、この町が堅固な壁に守られた重厚な城塞都市であったと描写している。ダビデ王が支配したことで、ダビデの町として知られた当時の町は、現在の噴門外側の旧市街の壁の南東にあったと考えられている。ダビデの息子のソロモン王は、都市の壁を拡大した。その後、 アケメネス朝、ペルシャ帝国領時代の紀元前440年頃、ネヘミアがバビロンから戻り、死壁を再建した。西暦41年から44年にかけては、ユダヤの王アグリッパ一世が、第三の壁として知られる壁を建造した。1219年に、死壁はダマスクスのアイユーブ朝スルタンのアルムアッザムによって、完全に破壊された。百二十九年には、 エジプトとの条約によって、エルサレムは神聖ローマ皇帝フリードリヒニセヒの手に渡った。1239年には、死壁の再建が始まったが、壁は、ケラクの主張ダー・ユーディによって、再び破壊された。1243年にエルサレムは再び、キリスト教国エルサレム王国の勢力下に入り、死壁も修復された。しかし、翌年にはホラズムが都市を陥落し、 死壁をまたも破壊した。これによって彼らは都市を無防備に置くという大打撃を与える形になった。現存する旧死街の死壁はオスマン帝国の皇帝スレイマン一世によって1538年に建造されたものである。長さは約 4.5km、高さは5から1 5メートル、厚さ3メートルになる。全体では旧死街の死壁は43の見張り等。 11の門を含んでいる。旧市街の概略図にしたが、神殿の丘。そこから時計回りに、ユダヤ人地区、アルメニア人地区、キリスト教徒地区、ムスリム地区。数字は門を示す。左上から、1、神門、2、ダマスカス門、3、ヘロデ門、4、ライオン門、5、黄金門、6、粉門、7、シオン門、8、ヤフホ門 アルメニア人地区は旧市街の4つの街区の中では最小である。アルメニア人はキリスト教徒ではあるが、キリスト教徒地区とは区別されている。この地区は面積、人口とも小さなものではあるけれども、アルメニア人とその宗主教座は断固として独立を保ち、旧市街の中で、 力強い存在感を示している。1948年の第一次中東、戦争以降、4つの外区はヨルダンの管轄下に置かれた。ヨルダンの方では、アルメニア人や他のキリスト教徒たちに、キリスト教系の私立学校において、聖書にもクルアーンにも均等な時間を割り当てることを要請し、かつ、教会資産の拡大を制限した。 アルメニア人の修道院から2発の不発弾が見つかってからは1967年の第三次中東戦争は地区の住民たちから奇跡として思い起こされるようになった。今日、エルサレムには3000人以上のアルメニア人が住んでいるが、そのうち500人がアルメニア人地区で暮らしている。中には、神学校で学んだり、教会業務に従事するための一時的な居住者もいる。 総主教座はこの外区に領地を持つとともに、西エルサレムなどに高価な財産を所有している。1967年の第三次中東戦争の後に、イスラエル政府は戦争で損害を受けた教会や、神聖視された遺跡の修復のために、その損害がどの陣営によるものかを問わず、修復のための保証を行った。1975年に、 アルメニア人地区に神学校が建設された。キリスト教徒地区は旧市街の北西端に位置している。ジャフハ門でアルメニア人地区と接し、北の新門まで伸びている。このラインが東のダマスカス門まで伸びており、ここがムスリム地区との境界になっている。イエス・キリストが十字架を背負って歩いたとされる悲しみの道がある。キリスト教の巡礼者が十字架を掲げながら、 イエスの受難の足取りをたどる。イエスが十字架の重みに耐えかねてつまずいた場所。人混みの中に聖母、マリアの姿を見つけた場所。そしてイエスが手をついた壁。巡礼者はイエスのあえぐような息遣いを感じる。悲しみの道の終着点がこの地区には、キリスト教徒たちにとっての最大級の聖書の一つ、聖墳墓,墓教会がある。ユダヤ人地区は、 旧市街の南東部に位置している。シオ温門からのラインでアルメニア人地区と区切られており、嘆きの壁があり、神殿の丘の西に接している。この街区は、紀元前8世紀以来のユダヤ人たちの断続的な存在によって、実に豊かな歴史的経験を重ねてきた。1948年にはおよそ2000人いたユダヤ人たちは包囲の上で集団退去を命じられ、 歴史あるシナゴーグ群も破壊された。この地区はトランスヨルダンの支配下にあったが、1967年のイスラエル軍の落下産部隊によって陥落した。それ以降は再建も進み、2004年には2348人の住民を数えるまでになっており、多くの教育施設も設立されている。再建される前には、ヘブライ大学の考古学者、ナマンアビガドの監督下で、 発掘調査も行われた。考古学の遺物は一連の博物館に陳列されているほか、現在の市街よりも2、3階分低いところにある野外公園に陳列されており、世界的に見ても屈指のアクセスの容易さを誇る遺跡発掘現場となっている。ムスリム地区は旧市街の北東端に位置し、4地区の中で最も大きく人口の多い地区である。 大ン門やヘロデ門があり、神殿の丘の北壁と接している。他の三つの地区のように、ムスリム地区も1929年の嘆きの壁事件までは、ユダヤ人、キリスト教徒、ムスリムなどが混然と暮らしており、かつては雑多な地区と呼ばれていた。今日のムスリム地区には60世帯のユダヤ人家族が暮らしていて、アテレット・コハナムのようなイエシーバーもいくつかはある。 十字軍によって建てられたエルサレム王国時代には、旧市街には四つの門があった。スレイマン一世によって現存する史壁には、全部で十一の門があるが、開いているのはそのうち七つのみである。1887年までは、どの門も日没前には閉じられ、日の出と共に開かれた。以下の表に示されているように、歴史的な時期や共同体のグループごとに、様々な意象がある。 エルサレムの旧市街とその城壁群はユネスコの世界遺産登録物件の一つ。周辺情勢の不安定さから保護が必要な物件である一方、エルサレムの貴族問題などのデリケートな問題をはらんでいることから、ヨルダンによる申請という変則的な手続きが認められた珍しい物件である。1981年の第一回臨時世界遺産委員会で登録が、 決定された。臨時委員会で登録が決定した物件は第41回世界遺産委員会終了時点では他にない。翌年に危機遺産リストに加えられた。最も長い期間危機遺産リストに登録され続けている物件である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。イスラエルはエルサレムを首都としているが、 国際的には承認されていない。また、この物件の登録時点では、イスラエルは世界遺産条約を批准していなかった。そのため、この物件はエルサレムそれ自体の領有と切り離して、ヨルダンによる申請という中期で登録されることになった。ユネスコ世界遺産センターの国別一覧では、エルサレムはエルサレムとしてどこの国にも属さない形で単独で扱われている。 アメリカのテレビ番組グッドモーニングアメリカと USA トゥデイ氏が行った人気投票ではエルサレムの旧市街が新世界の七不思議の一つとして選ばれた。ありがとうございます。